陸上女子のドルーリー・シュエリ、シェリ、津山光一年は、自身の走りに確かな手応えを感じている。写真、改想するドルーリー・シュエリ全国高校総体、2日、北海道、札幌市厚別公園競技場、の女子1500メートル予選では、終始戦闘をキープしたまま4分20秒53の4組1着でフィニッシュ。全体でも2位のコタイムだった。 三日の決勝に駒を進めたドルーリーは、岡山県の人たちや津山市の人たちや、身近な人たちもしっかりと応援してくれている中での大会なので、そういった人たちの日々の応援に応えれるよう、決勝でも良い結果を残したい、と振り返った。レース内容については、良い体調の中、しっかりと決勝に力を残しながら、予選を走れたのは良かった。様子を見ながらだったが、良い,いレース展開ができた。 と好感触を口にした上で、ラストスパート、スタミナもスピードの質もすごい上がってきて、いい体調で臨めている、と充実の表情を浮かべた。最後には、こういった大きい舞台で走れていい経験なので、楽しみにこの大会を待っていた、と語ったドルーリー。決勝でも、自然体を貫く覚悟だ。